はい、どうも、電脳ゲーム社会ボリューム18終わりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。カメラの前の皆さんも、ここにちょっとね、今日はテスト的な感じと言ったら失礼な感じもしますけども、集まっていただいた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。とてもね、スムーズにいった感じがするんで、5月はぜひ、お客さん入れたいなと思うんですけど、まあ、ちょっと席の関係上、おそらく15人ぐらいまでですね、ですかね。はい。誰も返事してくれないんで。はい。まあ、15人から、まあ、20人入ったらちょっときついかもしれないんでね。はい。ぜひともね、見に来てほしいなと思います。日月誠司がなぜか来ないですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。はい。はい。今日は、初めてのケセジも出てくれましたんで、まあ、ちょっとそしたら最初、一バンドずつまたトークしていきましょうか。1番目、アコノオカミです。イエイ、アコノオカミです。はい、あ、そしたらちょっとマイク渡していただいて、多分菅井さんから話があると思うんですけども、今日は、はい、前回アコノオカミ欠席しました。あ、菅井さんが欠席しました。そうなんですよ。なんで欠席したかっていうと、感染者になってしまいました。イエイ。そのことってね、ちょっといろいろ誤解されてることが多いので、皆さんもちょっと、なったからこその、はこのことを、どう言いたいなっていうことがありますし、はい、あ、どうぞどうぞ、カメラに向かって。カメラに向かって、カメラどれですか？カメラ、あれです、そうなんです。あ、そうなんです。どうもどうも。先月の3月9日に感染してしまいましたよね。はい。で、3月9日に感染して、翌日に、まあ、陽性っていうことがあって、で、陽性からなると、保健所からこう連絡があるんです。で、その感染して、で発症日から10日間、はい、この待機期間ずっと家にいなきゃいけないということになります。で、19日まで待機期間があって、で、19日までにその症状が出なかったら仕事に復帰していいということになるんですけども、はい、だからそのよくここで誤解されているのが、はい、10日経って復帰してもいいからといって、安全ではないということなんです。そうなんですか。この時点でね、僕ちょっとその、フリーランスなんですけど、はい、その仕事先でちょっと迷惑かけたらいけないから、はい、検査して陰性になってから復帰したいっていうことを聞いたら、はい、この時点でまだ陽性になるんです。あ、そうなんですか。そうなんです。だからこの時点で検査を受けて陽性になったら、またこっから10日間ってことになるんで、そうすると大変なことになるんで、この時点では一応復帰してはいいんですけども、安全ではないっていうことで、もしね、皆さんの会社とかにそういう人がいらっしゃいましたら、ちょっと警戒、はい、警戒って言ったらあれですけど、気をつけなきゃいけないと、はい、で、安全になった、やった、菅野ちゃん、うふふって言ったら、菅野ちゃんは僕のことをぶん殴らないといけない。お前近寄んなと、お前まだ危ないから近寄んなっていうことです。もうぶん殴らなきゃいけないっていうこと、はい、これがまず大事なところ1点目、はい、で、いつになったら陰性になんねんっていうことなんですけども、はい、20日間、日曜日から20日間経ったら、はい、この感染したっていう例は今までないそうなんで、はい、こう20日経ってから、はい、検査キットを買いまして、はい、ほんでは陰性になったのを確認してから、はい、検査所に行って、はい、また陰性になりましたと、はい、それで晴れて大丈夫ですと。すごい陰性になりました。だから、3週間、日曜日から3週間経ったら陽性から陰性になります。はい、これは個人差あるんで、はい、ちょっといろいろ人によって違うかもしれないですけど、まあ、目安としてね、覚えててください。3週間で陰性に戻ります。はい、3週間だったらって言っても大丈夫と、はい、うつす心配はないと。他の問題は知らないですよ。天風花とかそういうことは知らないですけど、うって寄っていっても、まあコロナをうつす心配はなくなったということなんですね。はい、はい、そういうことです。いや、以上から大事な情報なんで、はい、これあんまりこう書かれてないでしょ、調べて。そうなんですね。いつになったら陰性になるかっていうのを、はい、調べても書かれてないんで、はい、今日これをちょっと皆さんにお伝えしようと思いますし、はい、ちょっとお時間をいただきました。はい、長々とすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に長かった。後ろで薪が入ってた。大事。菅井さんがこんなに熱く喋ることはあんまりないんです。そう、俺エンディングトークで初めてまともに喋ったんで。そう、もう止めるに止められへんからどうしようかなと思ったんですけど。ということで、はい、どうぞ。はいはい。まあ、ということでね、まあ、実は2人感染者出たんですけど、俺は大丈夫です。ということで。言うな。はい、ということでね、まあ、皆さん、気をつけてください。よろしくお願いします。イエイ。ちょっと盛り上がらへん感じになってしまったんですけど、はい、そしたらケセジに出て盛り上がってもらおう。はい、ケセジの
血液だったっけ、血液だね、次ね、2番目、血液です。はいはい、ちょっともう真ん中出てよ、もう。はい、血液です。いつ出るのか、いつ出るのか、皆様にお待たせいたしましたが、本日出ました。イエーイ。ありがとうございます。はい、また出ました、出ました、また、はい、どんどん出たいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。お後がよろしいような感じで、はい、はい、喋ってよ、また出ます、よろしくお願いします。楽しみにしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ケセにも滑ってしまったみたいなんで。じゃあ西成の奇跡、バニュアルテイストアコースティック、はい、どうぞ。みんなのアイドル、菅沼ちゃんです。イエーイ、イエーイ。多分あの画面の前の人ね、3分の2ぐらいはね、すがちゃんが出てくるのを待って、あとはもうどうでもいいかなみたいな感じだったと思いますのでね。はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。せいじが今日はアップいっぱい写しておきましたっていう。ありがとうございます。確かにアップ多かったなと思って。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、いばし君どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、まあ、今日は元気なせいじさんと、相変わらずのひづきさんのオンベース俺が聞いたので、あれ結構ずるいですね。そうでした。なんか代打俺と一緒じゃないですか。ね、いや、あれは、まあ、良かったなと思いました。以上、今日の感想でございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。喋り足りなくないですか。大丈夫ですか。はい、そしたら最後、なんと数学団です。はい、ボブさんとマサさん、いつも、今日昨日前回の宣言通りカツ丼しっかり食べさせていただきました。めっちゃうまかったです、はい、イエーイ。そうそう、今日カツ丼ね、彼も食べてました。はい、カツ丼の感想どうぞ。よかったです。まあ、思わなかったです。あんな合うとは。初めて食べましたけど、また食べに来ます。イエーイ。はい、ありがとうございます。奈良名物なんで、奈良名物、はい、奈良名物なんですね。はい、奈良名物にしようとしてるんですけどね。奈良名物ですということで、はい、皆さんぜひカツ丼食べてください。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。はい、今日なんかいつになくグダグダ感がすごい漂ってるんですけど、ねえ、なんかケセジの3人もすごいおとなしいんで、ねえ、なんかまあ、リーダーがおとなしい。リーダーやな。リーダー誰ですか。リーダー日月誠二、日月誠二率いるケセジはみんな日月誠二並みにおとなしいです。喋りが苦手です。喋りが苦手ですと言ってます。じゃあ最後締めてもらおうかな。無理かな。はい、じゃあマサさん、はい、どうぞ。今日もありがとうございました。ありがとうございました。気づけば18回ということで、はい、そうですね、もう20回が見えてきました。18回もやったらいろんなこと起きますよね、はい。まあ、前もね、大変なことが起きて、僕ちょっとトラブルあったんですけど、はい、まあ、人生1回か2回メガネかけてるのにメガネ探してる人を見かけることあるかと思うんですけども、そんな出来事が今日起きてしまって、ちょっと僕笑ってしまいました。すいませんでした。すいません、いじったごめんなさい。いやいや、皆さん知らないで、何が起こったか、はい、何が起こったかをちょっと説明して、皆様本当ご迷惑をおかけしました。本番前にね、はい、私ギターでワイヤレス使ってるんですけれども、実際ステージ上がるときにワイヤレスないない言うて、どこやってんやろ、どこ置いたんやん言うてめっちゃ探しまくってたら、実はワイヤレスつけるところの袋みたいなところあるんですけど、そこから外してポーンとそこに置いてたのを見つけていただきまして、ほんまに何ていうか、その まさにもう 目の前にあったみたいな形で、よくあるこうメガネメガネメガネ言うてね、メガネかけながら、実はここにもメガネあったみたいな、そんな感じだったんですけど、はい、ほんますいません、ご迷惑おかけしました。次回からはこういうことがないように、しっかりとつけておきますので、はい、すいません。
えぇー、板ちゃん真面目やわ、めちゃめちゃ真面目やわ。やっぱり、いじっとかんとあかんとこかなと思って、ね、あ、そうそう、ありましたよね。すいませんもう、はい、ありました。みんな大探ししてね、どこやどこやっつったらギターにぶら下がってましたもんね。見つけました。はい、まあそんなこともあるんです。はい、ということで、こう配信載ってるところも載ってないところも楽しい電脳幻想会ですので、まあ、次回はお客さん、入れようと思いますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、そしたら、次回の宣伝しておきます。次回が5月22日日曜日、同じく、夕方の5時から始めたいと思います。一応オープンは6時半で、5時スタートということにしようかなと思います。4時半、あ、そうそう、4時半で、4時半オープンで5時ね、5時から、始めたいと思いますので、よろしくお願いします。次回は、なんと数学団、あとはアコノオカミ、アコノオカミ、アコノオカミで、ケセジ、ケセジ出ますね。はい、で、姫路のアイドル中村梨沙ちゃんが、来てくれます。CD 発売ということなんでね、一応奈良編ということで CD 発売ライブというのもまあ兼ねてやります。それで、あとは形成人が出ます。形成人、あのケセジじゃなくて形成人ですね。多分あのこの辺の周りの人は知ってると思うんですけど、はい、前回いつですかね、形成人で出たのは去年ですね。去年も出てくれました。あのアクセラレーターっていうねバンドでも出てくれたんですけども、超個性的な形成人が出ますので、よろしくお願いします。イエーイ。もう5月はね盛りだくさんです。もう本当に、見に来て損はありませんので、ぜひプラチナ食堂さんにね見に来てほしいなと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、それでは最後となりましたので、プラチナ食堂さんのコマーシャルをしたいと思います。今日さっきねもうカツ丼の話題は出ましたけどね、奈良名物カツ丼はここプラチナ食堂さんでしか食べれません。なのでぜひ食べに来てください。イエーイ。今日は俺は、前と一緒でね、気まぐれパスタっていうのを食べましたけど、とても美味しいのでね、さっき気まぐれパスタも奈良名物にしましょうよって言ってるんですけども、まあ、それはおいおい、また新たな奈良名物ができるかもしれませんが、それまではカツ丼とあとシシンバーガー、シシンバーガーがね、大人気です。こちらにいる名前は出しませんがM さんがバクバクと食べてました。ちょうどなんとセッティングしてやろうかなってな、もう思いっきり食べてたんでね、すごい美味しそうに食べてたんで、あれを CM に起用したらぜひもう爆発するような気がするんで、ぜひ M さんを CM に起用してください。よろしくお願いします。はい、ということでね、言い残すことはないですか、大丈夫ですか。もう全部多分言ったと思うんですけど、はい、ということでね、もうあまりにグダグダありましたんで、この辺で締めたいと思います。電脳幻想会ボリューム18は無事終了しました。次回ボリューム19は5月22日、日曜日です。ここプラチナ食堂さんからお届けします。お客さんも入れるということで、オープンが4時半、スタートが5時ということで、始めますので、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。どうもありがとうございます。ありがとうございました。また来月お会いしましょう。お楽しみに。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これで終了になります。